タイ来ますよ。これタイです。おお、マジ？え、すごい。おお。もともと焚き火をしていて湖面が見えるので、それをあの近くにあった滝で打つのが最初の始まりって言われてますね。焚き火の意味と、あとあの滝の矢ですね、うん。何年ぐらい前からあるんですか？一応明治後半っていうふうには言われてますね、はい。でお客さん乗っけるようになったのが、大体まあ今でいうと60年ぐらい前ぐらいですね。主にカニとかクロダイ、夏場になると今でいうとサヨリですね。まあみんな浜名湖だとウナギっていうイメージがあると思うんですけど、それがたまにいたりとかするとあのおってなるんです。動いてる魚なんですね。はい。やっぱちょっと難しくないですか？そうですね。もうその甲羅の部分ではもう自分が修行して、うん、あの練習するしかないですよ。いやでもずっと修行だと思いますね。あの年々地形も変わったりしているので、うん、やっぱそういうのも毎年毎年出て勉強していかないといけないので、ずっとだと思います。暗くならないと難しいんですか？暗くならないとあの光が通らないのでやれないです、風と、水 の、 あの濁り具合によってはすごい変わります。濁ってるとダメなんですか？濁ってると、見えるところが限られてくるので、濁ってない方がいいです。今日はちょっとどうですか？今日は結構濁ってます。あ、これはイワシです。ミニイワシか。はい、あ、もうこんな感じで作れちゃう。あの食べれるんですけど美味しくないです。あのボラ科のイワシなんで。ボラ科のイワシ。こんな風に簡単に作れちゃうんだ。あ、これをイカダ、まあイカダみたいにしてこう漕ぎながら。そうです。
あ、タイ行きますよ。これタイです。おお、マジ？え、すごい。おお。すごい。またしてもすごい、すごい、すごい、2匹目、うわすごい、はあ、よくわかりますね、あの一瞬で。あそこ右側のあれわかります？おお、2匹。石ガニです。あ、本当だ。すごーい。2匹まとめて。ああ、すごい。達人だ。小ぶりですね。そうなんですか。いやー、ずれた。